はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もドカポン怒りの鉄拳プレイしていきます。さあ、今回前回クリアしたところからなんですけど、これ脱出というかさせてくれないんですね。あのクジラの時みたいに出してくれるのかなと思ったんですけど、全然出ねえということで、はい自力で脱出していこうかなと。まだバババババインの他続いてると思うんで、さあ出ていきましょう大変だな。ハテナ怖いな。ハテナは大丈夫かね。お、ドリルランス、頭痛の種、ブランドバッグ星2500ダメージ。お、マジでめちゃくちゃ嬉しいけど、何この力たまらんぞ。ちょっとなんかディスクのあれがおかしかったんで、はい、プレステをちょっと位置を変えて、これで読み込みをスムーズになるかな。てかドンがあれか、悪魔になったのか俺。お、教会、教会大好き男、変わってないな腹立つだろうな。毎週じゃないもんな、2日に1回ぐらい来てもんな。あ、切れたけどまだまだある。あ、そういえばお宝の鑑定したいとダメか。ブランドバッグ、うん、やっぱり効果もわからないか。じゃあ行こう。うわ、2つだ。あ、まずまずの数字が出てくれたけどダメか。ここ行くかな。何があるだろう。まあいらねえな6か、使えるかも。こいつ相当稼ぐな、ここで経験値。ライフが2000近くあった。バケモンですわ。うわー、せっかく平和にしたのに。俺で教会大好きやろう。お、どうした。いらっしゃい。怒らせるなよ。泊まってけよ、安いんだから。まあ、なんでなんでなんで、ランダムなのかな。てか6のクリスタル使いだでもない。1,2,3,4,5、 あ、6のクリスタル使えるぞ。戦闘あるかな。まあ最初の戦闘なんでやりましょうか。ナイスそうか。まあね、他のは見どころないやつは、あ、戦ったなこいつ、カットするんですけど。あー、先手トライだ。これはあれですね、魔法。おー、攻撃か。ミス。じゃあ普通に攻撃で。お疲れさん。おー、700出た。上がりませんね、これは上がったところだから。あ、マジで。マジで。いいやつすぎる。なんだ、バンジャー。なんでなんでなんでこんなとこまでやってくんなよ。この力、こいつ出たら来るかな。リクワープね。アーチッチッチ、アーチッチ。うわすげえルートできた。
この状況をどう見るか。どう見るかもこう見るかも。何こいつ。おばちゃん切れるぞ。2日続けてはダメだって。よし脱出しよう。うわー、防御が半分だ。さよなら天空城。あいつら誰も止められんぞ。なんでこの大陸来たのかな。行くとこなさそう。俺契約書来なくてよかった。なんかなんだこれ。教会かな。15。よし。あ、毒沼があるということは、よし、これで教会。いかなるようで参られた。でワープで、あーちっちい。金があんまりないのかな。どうした。あ、そう。いや、こいつ戦いたいな。アイテムや。この状況をどう見るか。いらっしゃい。やばいなこいつ。おばちゃん怒りの鉄拳飛ばないかな。マジで避けてよ。消えたか。どうしようかな。あいつ行ったら、村行ったら来るんだもんなこいつ。違うよ。ああ、まあ一応村目指していくかな。来るんだもんなあいつ。6で行ける？行けるんじゃない。1,2,3,4,5。あ、いけるいける。アイスと虎に行こう。よし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 。戦闘になったらちょっと面白かったけど。いらっしゃいませ。鑑定もしたいと。おじいちゃん、どれどれ。さあ、ブランドバッグは。あ、マジで結構いいんじゃないかこれ。あとは力持ちね。マジカル。どうしようかな。持ち鍵欲しいな。今どうなってる。もっと変えるか。持ちも食うか。よし。ブルッチがな、うざいな。殺しまくるだ。この状況をどう見るか。あー、ないか。すげえこいつ。教会と宿屋を行き来してる。なんだこいつ。
回復したか。じゃあ餅食っとくかな。198しか行かないのか。うわ渋い。じゃあ教会で直そう。懺悔もして、お、50円か。こいつのこと無視してかな。ん？あ、マジで？それやったらさ、無敵になるんだけど。殺して殺して殺しまくるだ。誰も殺してなくない？うん。行くかなこいつ決戦。俺？戦うか今回。まあこれは変わらずだと思いますね。お、さらに上昇してる。なんだなんだ。超脳筋が、まあいいけど。どうしよう。ちょっとセーブしてこいつ戦う。って言っても、この変装セットで誰かに変装できる。これで戦うまで、うん、やってみようかな。戦い見たいですよね、こいつとの。セーブして。変装セットが、対象を選べるのかどうかが知りたいんですけど。よし。あ、違う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 。違うんですよ。あなたじゃないんですよ。これで戦ってもな、負けるよな。こいつ300とかあるよな。もう絶対無理だ。っていうことはちょっと労働しようかな。あいつに変装できるはずなんですよね。来ましたよ。あれあれあれ、体力がないぞ。あ、でもいけるんじゃないかこれ。え、一発で、あ、無理だ。どうしようどうしよう。これで戦いたいんだけど。ああ、いや、あれ戦闘になってんぞ。あ、これでプラス戦わないといけないってこと？それは厳しいな。あ、戻ってる。そっか。そこまでするか今回。それだけの回になるかもしれないけど。じゃあやるか。はい、ようやく整ってですね、条件が。ルーレットで3マスも出たんで、はい、やっていきましょう。かなり時間かかりました。意外ね、このルーレットの3か6かな、これが出なくてかなり苦しみました。はい、でも出たんでね、戦いましょう。体力がないのはちょっと不利なんですけど。あれ、ん、どういうこと。え、戦闘できないだと。マジで？マジっすか？いや、え？変装セットで戦えないの？同族と見なされた。じゃあカウンターで。
あ、マジで？あ、マジで？マジで？いや、勝てる要素ある？マキビシ。勝てるか？いや、厳しいと思うんだよな。マホミラーでサビ？あ、こっちがマホミラー？え？どういうこと？サビールでマホミラー敵ダメ、あ、倒されるってことか。返されるってことか。倒せねえじゃねえか。いや、ちょっと勘弁してくださいよ、今。うわー。まあ、関係ないな。関係ない。どうしよう。あまりにも。バババババに取られないんだよな。ちょっと、どうなるかな。業界行ったけど。いやー。お、マジで？いや、意味ないな。ぶっちゃけ意味ないな。あ、いけるんじゃない？いけるんじゃないかという。サビール、必殺？サビールしかねえ。血の雨が。え、あ、マジで？マジで？それダメ、それダメ、それダメ。いや、こいつにこれ負けたらさすがに消そうかな。あ、消します。さすがに消します。この最後の盾はちょっと、最後の盾はちょっとダメなんですよ、これ。どんだけだよ。どんだけのことが起きるんだよ。すべてを失う。これはリセットだな、ちょっと。あ、それは無理だ。バババババインをなくすのは、やばいな。ちょっと何されるか見よう。それだけ確認しよう。96,000。いや、もういいや。これめちゃくちゃ長くなるから。じゃあ、ロードします。はい、ということで戻ってきました。いや、いつもね、本当にガチンコでやってるんですけど、まあさすがに実験ということで許してください。これ全部失うのはちょっとさすがにね、実験で。あ、これダメなんだ。こいつ同士で戦えないのか。やっぱパペットじゃないと倒せないな。ということで、使っていこうかな。いやー、でもこいつ来るよな。こいつ来るんだよな。ここ行ったら絶対来るもんな、こいつ。なんかある。あ、買えねえ。あ、金ないのか。マルサーってはこっちの方にいんのか。んー、銀行行ってもなんもないしな。サルガタナス。こっちに逃げつつ行くか。あ、アイテムでよかったかも。お、らっしゃい。ちなみにあれはいくらで売れるんだ？ん、あれ安いぞ。なんで？うん、買えないしな。あー、強いな。襲ったって今ちょっと危ないな。デビラーマンいるかな。うわぁ、なんだ、みんなショック？何が来る？うわ、眠り？イケイケはどうなんの？イケイケだったのに。しょぼいな。あ、でも結構きついんじゃないか。
うわぁ、ボスのとこ行かなくてよかった。あ、牽制しきてんな。いや、あんたはいいよ。狙われないんだから。で、教会。いかなる用で参られた？こいつ用ないよ。宿代わりに使ってるだけだから。寝てる。ちょっとかわいいな。どっか行かないかな。あ、しょぼい。うわー、牽制されてんな。宿屋に泊まってるけど、どういう雰囲気になってるんだろう。外に悪魔いるみたいになってるのかな。謎だな。こいつのもうここすごいな。こいつの庭になってんな。アクアペンダント出すぎじゃない？いやー、出していいんじゃないですか？いつまで寝るんだろう。もう誰も止められんぞ。なんかしろよ。あっち行けよ。うわ、でかいな。数字は大したことないか。何がしたいの？邪魔？さて。でもアルサは倒さんことにはな。2日に1回教会行く人相当経験な信者だと思うけど。いや、寝てるんですよ。まあこれはいいんだけどさ。お、あ、続いてんな。パワーパワーパワインの効果は続いてますね。2。いけるんだけど、こいつ絶対来るから。寝ないぞー。血中ロボか。もう誰も止められんぞ。教会行かないかな。うわー、狙われてんなー。どこ？遠いな。あ、マジで。その岩どけてくれませんかね。さてと。すごいローテが。ここに戻っちゃったか。よし、18。あ、カジノ行けるよ。カジノでも金ないんだけど、あいつも来るしな。ブルードラゴンか。いつぞやの。ここまで来ないと思うけど。いや、楽勝で来るか。こことかいいんじゃないか。でもカジノかな。ギャンブルかな。クソ、あいつがいたらすまねえぞ。ぴゃぴゃ。さて、まあ覚えやすいこことここから。よし。ハッピーセットって何だったっけ。勝負するか。くそー。あ、いいんだけど、こいつ来るんだよな。降参もできないしな。今回ちょぼかったか。あー、この状況をどう見るか。でも一応ぐらいバルサと戦わないと。
ラッシュボンバーってやばいんじゃないか。お、あれあれ、マジで悪さなとこに行くの難しいんだな。じゃあギャンブル狂いに依存症かな。あ、またペアペアだ。こっちか行くか。んー同じ。あ、なんだグレータックスって、なんだ、いや、おお、これは安かったんじゃないか、1万ゴールドで。殺して殺して、あっち行かないかな。またかよ。スピードダウンか。いいんじゃないか。あ、戦闘になるな。戦闘スケルトンか。まあ普通に倒しましたね。さあ悪さいけるかな。あ、来たか。これも使ってみよう。多分ドンドン、なんか持ってたっけ。あ、バルツか。バルツ持ってないのかな。あ、マジでワルサーのとこ全然いけないんだけど。浮き合いってもな。はい、休みか。うん、ラッチが開かないんだよな。ボス行くか。こっち行ってみるか。まあブルードラゴンと戦ってお茶を濁すか。さあどうなるかな。久しぶり。あ、全然楽勝っぽい。不幸な野郎。飛び跳ねたな。相当痛いんだろうな。3800。お、レベル上がった。こうかな。ムーンシールド、いや、いらない。で、なんかお宝もあったはず。ソフトビネガーってなんだ。いやー遠いね、ワルサーちゃん。うわうわー、やばいな。来るかな。でかい数字出たら来るかも。うわー、リクワープって遠いんじゃないか。うわー、なんでなんで来る。あ、来ね。
やった、追い払った。おお。やれやれ、思うようにはいかないな。さてと。なんだ。コブラ、なん、なんでだ、なんでだよ。何の恨みあるんだよ。いたたたった。教会でしょ。あれ。ヘルプミュー。あ、ちょうど来たか。まあ変わらずでしょう。あいつがずっと牽制してきてたもんな今回。おお上がってる。はい、ということでね、今回もう少しやりたかったんですけど、もう悪魔がね張り付かれたんで、悪魔にどうしようもなかったですね。で次回はもうちょっと進めるから、悪魔が別の大陸行ってくれたんですけど、どうなるかって感じですね。はい、それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て焼きにつながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。